古式山道は、今日一順を同祖とする韓国の信仰団体である。古式山上帝を、万物の主催者として、古式山の妻の後半令を正党後継者の首布と、する。古式山道の古大修士は、法音、開演、愛 o い、高展開脈、原始変本である。最近、STB 総称放送を開局して、収益、生益、宇宙変化原理の放送を通じて、 東洋文化を伝える。古式賛道は30年の現地倒査を通じて、道、天を編纂した。進んで、同展開精神判を外国語に翻訳して、全世界に知らせており、韓国150余りの道場と、海外20の道場がある。古式山上帝、京一純像、京一巡は、陳樹で没落した洋藩の長男として、生を受ける。高下刀事件や交互の民戦争、 日清戦争といった混乱の中で放浪を重ねた末に大源寺にこもって浄土をなして湖南地域を中心に布教。1909年に自ら予言した通り死去。古式参道の経典は道典と呼ばれる。道典は古式山と高首府の交換とその生涯、そして業績と生徒たちに話された言葉を収録した古式参道心理の根幹である。 安ン伝・宗忠氏は、古式山道道門の最高指導者である、安住三州同士の下で30年以上もの期間をかけて古式山の業績を倒査し、古式山と高首府に従っていた生徒たち及びその子孫たちの証言を再録された。そして、徹底した交渉を経て初期に残された記録の間違いを正した。百九十二年に道天書版が刊行され、 2003年には改訂版が刊行された。現在、世界の主要7カ国語に翻訳されている。自然の変化が、聖、長、性の法則に従って3番目の、正の段階に結実するように、古式参道100年の歴史も、今や、第3の復興期を迎え、大道の末法を天下に説く。 フトカーダ・カクビフが最初の教団を改装された1911年当時は日本の植民統治時代であり、この中に大位書の奇跡が現れた。古式山の教えは新時代を活休する民衆の希望となった。そして当時700万の求道者が全国各地から集い、信仰の大復興時代が開かれた。総道士と総田田氏は大田の本部道場を中心に、 信仰の不毛地を新たに開拓され、第三の復興時代を開かれた。現在韓国の大田を中心に、国内の各市軍及び米国日本等の海外主要都市に、道場創設が本格化している。ありがとうございます。